ケアしてもしてもらってもええかなぜゆっくり歩いとるかというとわしめちゃくちゃ歩くの早いんだめっちゃ早いです。今まであのいろんなツアーをやって怒られたこともある。早すぎる。ウコンもあれあれウコンなのそうこそ早う歩いた方が体が温まるのではないですか。そうに限ってゆっくり歩くといつものサコンナの速度ならそうそうに。いや、いつもの速度で歩くと多分30分後にはゴールしてる。30分。さあここはな、ここは古戦場となっておる。みんなも気づいておると思うが、古戦場のドゥオという漢字がな、場ではなく、傷という。そう、目の前通過されてきました。昔の彼女みたいな、そういうところもミニトリビアでございます。気がついてなかった。実際この古戦地というのは、その昔この写し絵が、このまま発見されたんだが、この周りは全くの草っぱらでな、ポツンとこれがあっただけなんだが、整備をして今このようになっている。通られますか、通られますか。あ、後ろをちょっと通してあげてもらってみようか。すいません、こちらここここはな、実はよく地方から来られる観光の方がここで決着がついたとか、ここで三成と家康が直接戦っただとかという勘違いをされる方が多いんですが、実はこの場所後から作られた決戦地で、この辺が一番戦いが激しかったであろうということで、ほぼほぼ徳川家康の本陣、ここから笹山の直線距離で 500m ほどしか離れておらんのですが、押され気味にはおるんじゃがほぼほぼここがこう両軍相向かって、一番きつい厳しい戦いが行われたということで決戦地というふうに言われて、ちょうどわしの陣があったのが、まあ、前面に張り出しておったのが西軍左翼で、かなりこの近くまで出ておった。みんなあの兵が関ヶ原のように笹山にこもって戦っておったわけではなくて、それぞれが前面に張り出して、あの馬防柵、今笹山に作られた馬防柵、実は山には設置せんのじゃん。山に馬の柵を設置することはほぼなくて、実はこの辺じゃなくこの田んぼのところに馬防柵というのは設置して、騎馬兵が来るのを防いでおった。騎馬兵だ。後ろ落ちるようになってあの辺はもうこの辺の手だれでございますよ。溝の場所すらも子供か小学生の家にな。ここが私的には一番関ヶ原を楽しむ上では、まず立ち寄っていただきたいところではあります。ここに立つとこの両軍の声が聞こえてくるような、何なのその海鮮屋さんという場所で、もう新設の元で作ったお、宗家地区というのが、そうですね、海鮮地というのが今きれいになりましたが、宗家というのはそれよりもう少し南側、実際人売というか誰よりの陣がここにあったであろうというのは、徳川家康の守り山、そして最後の陣、今日この三成様の笹尾山というのはほぼ100は確定なんですが、それ以外の武将の陣の2倍というのは実はまだまだ難しくて、福島がまだほぼ確定なんですが、松があったのは、それ以外の方の陣というのは意外にアバウトというのはこの辺であろうという、実際にまだまだこの後新設が出るかもしれませんし、何か文章がずっと歴史が変わるかもしれません。関ヶ原も名前が変わる可能性もありますので、青ヶ原というなるほど、それは大反対しますけど、やはり関ヶ原でいいと思いますし、わしはもう400年前の記憶なんだよ。場所すらもこう確定できない。大丈夫でございます。今だいぶ記憶が定かでないけど、本当に私も昨日の記憶ではありません。